自民党はゴミで、立憲民主党もゴミだって言ってんです私は。あいつらができなかったのにお前ができんのかなんてこと言われても、議論にならないんですよ。奴らがやらないんだから私がやるって言ってるんです。自民党にやらせようもクソもない。もう散々やった。30年経済が疲弊させたっていう時点で、もう政治家になる資格ないですよ。30年日本をここまで壊したくせに、自民党っていう選択肢なんてあるわけないんですよ。 自民党しかねえんだって。それはあなたの選択だから自由だと思う。でも一方で私は、それには我慢ならない。で、そこで何かしら、ぐちぐち言ってたくないから、もう一回自民党にチャンス与えんのそれはもうあなたの自由。もうこんな嫌な国やめにしようさっさと変えようそのためのチャンスが選挙政治を動かせるのはあなたあなたがいなきゃ変えられない。私はね、あの自民党の安倍さん支持者で、 竹中平蔵さん尊敬します。だけど、彼たちの政治が決していいと思ってない。なんでかって言ったら、一番ましだよ。だったらあなたはそ、ももそれできる、あなたばらまきできるんだったら、自民党やったらもうバカバカ政治、ね、支持率上がって、ねえ、経団連、横領取ぶからできないんだよ。民主党、それできたかいな。あのごめんね。自民党はゴミで、立憲民主党もゴミだっつってるんです、私は。あいつらができなかったのに、お前ができんのかなんてこと言われても、議論にならないんですよ。やつらがやらないんだから、私がやるって言ってるんです。 財務省に気を使って、まあもちろん一番でかい省庁ですよ。だってあれが全部握ってんだもん。家庭の中で財布握っている。それが一番強いって言ったでしょ国の中で一番その金を握ってんの誰だって言ったら財務省なんですよ。独り占めしてんですよ。入りも出も。入りと出を握ることによって何がありますかって言ったら、自分たちがいろんなところに天下りしていけるわけですよ。そりゃそうですよね。 出す金っていうのは必ず自分たちにプラスとして戻ってくるような金の巻き方しかしないですから。ある意味で自民党も財務省も、これ彼ら一体なわけですよ。そういうところになってったら当然それ無理ですよ。だから何をしなきゃいけないですかって。この国で一番強いのは財務省じゃないんですよ。で、自民党でもないし、経団連でもないんです。今ね、この国で一番力を持ってしまっているのが財務省でありって話をしましたけど、本当一番力を持っているのは政治なんですよ。 政権与党を任した上で、そしてこの国に生きる人々がその指示揺らがなければ、ちょっとしたことでもういいやって話になっちゃったらいつでも崩れるんですよ、そんなもの。殺傷の老格。あいつがやるって言うんだったら命かけるって言うんだったら絶対に支えてみせるぞと。やらせようぜ、あいつにって。俺らの代わりにやるんだろう、あいつって。そういう感覚になりゃいいんですよ。それ以上でも以下でもない。自民党にやらせようもクソもない。もう散々やった。今何を応援してるんですか 意味わかんない。でも気持ちはわかる。いい時代もあったと思うもん。ちょうどいい時代に自民党が政権を握ってたってことはある。でも、振り返ってみて30年経済が疲弊させたっていう時点で、もう政治家になる資格ないですよ。はっきり言って。あ、俺だって自民党クソだと思ってるだったらもう自民党のことが言わん方がいいよ。そうでしょ自民、 な、ちょマイク渡したけど、何、何よりましっつってんのそれが一番現状の選択肢の中、それが一番ましなんじゃねえかなと。なんでそう思うのいや、だってさ。自民党の支持者だけど、今の自民党よくないと思ってる人そうそうそう、そ<れ>一番ましだと思ってんだ。一番ましって、だって自民党以外政権取ったとこないよね。あ、立憲民主党っていう、あの、マスクをかぶってる民主党はいますよ、姿を隠してる。ほとんど隠れてないけど。だけど、はい、要は、自民、長きにわたる自民党と、あとは民主党しかや,やってないよね。 で、だ、誰に、なんてだ、だってさ、それしかさ、もう町田のだって、日本はまず独立国と考えてること自体が間違ってる。日本はまずアメリカの子会社だよ。これどうすることもできない。あ、ご、あ、ごめんね。ここ国、国、国、国。それは間違いない,い。いや、ごめんごめん。こ、国会。すいません、ちょっとお静かに。<laughs> おし、はいはい、いいです。地声、あの、ちょっと迷惑です。<laughs> あのが、 あの方、いろんなところに現れる常連の方なんでね、そういうちょっと失礼な口抜き方してしまうんですけれども、はい。えっと、ごめんなさい。自民党が、ごめん。周りの人が迷惑してるから、ごめん。ごめん。ごめん、ごめん。あの、排除はしたくないんで、自民党じゃないから。えっと、話戻ると、何かというと、30年日本をここまで壊したくせに、自民党っていう選択肢なんてあるわけないんですよ。やっぱり最終的には、 自民党しかないかなっていう意味がわからない。30年食い物にしてきて、してきた者たちに対して。でも最終的に自民党しかないなんて、もうただのド M ですね、これ、うん。30年ここまで国民をいたぶり続けるような経済。ある意味で国内を食い物にしたんですよ。ジャパンズナンバーワンと呼ばれるぐらいまで上り詰めた日本ですよ。日本の一人当たりの GDP。GDP 皆さんご存知の通り、みんなの儲けを足したものですよね。今やもう、 これドイツに抜かれ、インドにも抜かれるというような転落を見してますけれども、でも一応この世界の GDP の中では日本まだ上位にいるように見えるんです。でもこれ、人口とかいろいろ考えたら、一人当たりの GDP で見てみようってなるとどうなるかって言ったら、2000年に2位だったんですよ、世界の2位。今何位よってことですよ。はい、こっち行こうかはい。2000年に2位だった日本が、2010年に18位に転落して、2020年に23位。はい。 で、34位ですよ、今。こうなってんの。現実的な選択肢として自民党しかないって言って、私、ある意味の自傷行為。もしくは、利害関係者以外ないと思うわ。はっきり言って。もう維持になってるか、三択やな。何かしら仕事金でつながってるか、もしくは、もう一度支持したものをやめないっていう、もう強烈な推しになってしまってるか、もしくは自傷行為。 それが自民党の支持じゃ,じゃないかなって私は思う。で、自民党さえやってこれなかったことをできるわけないだろうって、その権力渡してくれよって話なんですよ。自民党に渡してきたっていう、その意味不明な、根拠不明、根拠としてあまりにも薄すぎる自民党を支持してる理由があなたの中のノスタルジーでしかない、私にはそう受け止められる。何なんですか 30年ここまで壊されてきた日本に対して自民党がやってきたことを理解して言いながらでもそう言いながら現実を選択すると自民党しかねえんだってそれはあなたの選択だから自由だと思うでも一方で私はそれには我慢ならないでそこで何かしらぐちぐち言ってたくないから自分で旗揚げしたんですよ国会の中でしっかりと最初の6年の参議院で確認したものは何かというと与党も野党も 自実上これも茶番でしかないなっていうことを確認してきた。そう思った時に、この茶番を全く無視してぶっ壊すっていう、そういう力を広げるしかないなって。じゃあ旗揚げしてグループ作ろうってことで令和新選組になったってこと。8人の国会議員、バックに宗教いませんよ。自民党イコール統一協会でしょ未だに切れませんよ。バックに宗教どころか、大企業もいませんよ。一人一人が横に広げてくれたっていうだけの話。 それで、8議席まで伸びるってこと。国会の中では一番嫌がられてますよ。こんな意味不明なもの早めに潰そうぜって。山本太郎っていううぞうむぞうに、全国のうぞうむぞうが力を合わせて、今8議席までなったっていうこの動きに対して一番不気味に思ってんのは、バックにいろんなものに支えられながら、この国を食い物にしてきた奴らなんですよ。だとしたらそれ奪いに行こうぜって。 権力を持たすなら、ちゃんとした、皆さんに対して、それを行使してくれるものに権力を持たしましょうよ。それがイコール私じゃなくてもいいですよ。あなたの判断だから。でも私から考えれば、おそらくなかなか難しいだろうなって思う。だってここまで覚悟を決めてやってるグループ私たちしかいないもん。職場で、できれば、いろんな波立てずに、人間関係よく過ごしたいですよね。だから私たち職場で地獄ですよ、はっきり言って。 右も左も敵ですもん。敵とは思ってないけれども、向こう側はいつか潰してやろうっていうふうに、引っ掛けがあったら潰してやろうと思ってる人たちだから、居心地悪いし、空気悪い。でも関係ないんですよ、私たちが義理立てする、ミサを立てるのは、国会の中じゃないんですよ、国会の外なんですよ。私たちに投票してない人に対しても、これは義理は尽くさなきゃだめなんですよ。どうしてかってったら、30年疲弊させられてた中に、過ごしてきた同じ仲間じゃないですか。 全体で上がっていかないとダメなんですよ。その大きな仕事をできるのは政府だけなんです。政治だけなんですよ。もう一回自民党にチャンス与えんのそれはもうあなたの自由。もうこんな嫌な国やめにしよう。さっさと変えよう。そのためのチャンスが選挙。選挙を動かせる。政治を動かせるのはあなた。あなたはこの国のオーナー。そして最高権力者。忘れてるだけ。そして横に置いてしまってるだけ。あなたがいなきゃ変えられない。 あなたがいなきゃ始まらないんですよやってやりましょうよ一緒に竹中平蔵どう思いますか竹中平蔵さんどう思うか竹中平蔵さんは私が最も尊敬する方ですよあごめんなさい白目で言っちゃったごめんなさい白目でした今ずっと言ってたのごめんなさいねえっとね竹中さんのね嗅覚ってすごいんです竹中平蔵さんってご存知ですか皆さん 昔、小泉さんが総理大臣やられてる頃とかにも国会議員だったりとか、いろんな主要な大臣、えっ、ー、と、なんだったっけえっ、ー、と、ごめんなさいね。頭回転しないな。えっ、ー、とね。出てくるなんか出して。すごいですね。パソナーというところで偉いさんされててね。で、結局国会議員で亡くなった後も、いろんな政府系の会議、選挙を受けて、で、えー、国民の負託を受けたものじゃない人たちが、 政府の会議に入って、いろんな規制緩和とかをやっていくわけですよ。で、規制緩和というものをやっていって、国民にプラスになればいいけど、どっちかと言ったら首締まんのんちゃうのそれ。みたいなことを非常に熱心にされている方々が多いんですけれども、そういうところでもかなり活躍をされている方で。 例えばですけれども、えっ、ー、と、これネットの中に落ちてて、ああ、な、天才っているんだなと思ったんですけど、すごくわかりやすいんですね。はい。一番左下見てください。自分で構想を練り、自分で提案をし、自分で決定して自分で儲けるみたいなね。こういうサイクルを作る方がいらっしゃるっていうようなことで有名なんです、ネットの上では。私よく知りませんけどね。 一応逃げを打っといた、みたいなね。<laughs> まあ、産業競争,力競争力会議だったりとか、えー、未来投資会議だったり、国家戦略特区諮問会議だったり、いろんなところですね、えー、なんでしょうね、聖章な言とも言われています。聖章ですね。政治の中でこう商売、自分たちの商いに対して、このいろいろ、こう、画で陰水してったりとかっていうような道筋を、えー 作るってことで、清少納言って呼ばれてるっていうようなこともあるんですけれども。まあ、とにかくですね、金の匂いのするところには本当に色々と、あの、登場される方で、例えば PFI みたいなことですね。イギリスで失敗したシステムですけれども、この PFI っていうのは、まあ、結局は、えっと、所有権は自治体にあって、管理だったり、いろんなことを外部にお願いすると。例えばですけど、水道だったり、空港だったり、いろんなものを PFI みたいな形にしていくってことで、イギリスではこれで、 大失敗した。国の金を使っているのにもかかわらず、それを、えー、食い物にしたっていうのが企業側。そういうようなことがどんどん問題になったんですね。PFI に関してのも先頭に立たれていたのが、えー、竹中大先生であるということです。まあなので、まあなんて言えばいいかな。まあ維新っていう政党がありますけど、維新の中でも非常に重要な役割を果たしているのが竹中平蔵さんであるってことを考えるならば、 まあ、維新だったらやってくれんじゃないかな、みたいなこと言ってる人ってよく分かってるのかな、内容がっていうふうに思うんですけど、やばいでっていうことですね。これまで社会を削ってきたもの、民間の活力を利用してこの国を元気にしていくって話ですけれども、民間にされていったもので良くなったものって何があるんですか郵政どう郵便どうなりました国ですどうなった結局は人々のためになったかってことですよ。国民生活を支えるためのインフラは赤字が当たり前なんです。 その赤字の事業を継続できるのは国家しかいないんですよ。当然のことです。けれども、そういうことを一切無視して、国民の財産をもとに作られたいろんなものを民間に安い値段で取ってってもらうっていう、どっち向いた政策かってことですよね。そういうことがずっと中曽根時代から行われてきたことですよね。中曽根、レーガン、サッチャーあたりの時代からずっと来たものですよ。新自由主義路線ですね。 まあそういった意味で今もこの新自由主義路線を貫いてくださっているというのは竹中平蔵先生なのかな。それを、えー、政策と、えー、政策の、えー、参考にしてるっていうのが維新っていう政党であると。だからもう無茶苦茶ですよ、日本の政治。はっきり言ったら。この中から、どれを選ぶっていうね、もうどうでもええわと思いたくなりますよね。だからこそ、振り切れたやつを応援していくしかないと、私自身も思います。捨て身ですから。はみなんてなんもないわ。 はくらみは一つだけ。今の体制ひっくり返して、みんなが幸せになるような社会を作りたい。経済的に安定させることっていうのは、国の力でできるんですよ。すべてが政治の力で変えれるわけじゃないけど、ほとんどのことは政治に関わることで、ほとんどのことはお金に関わることなんですよ。そう考えるとするならば、政治を変えることによって、生活やこの国の未来っていうのは大きく変化していきます。 政策を決める、ルールを決めるのは政治だから、その決定の場に、できる限り、ややこしい連中を送り込んでいただきたいんです。茶番にしないために、テーブルの下で与野党手をつながせないために、緊張感を持たせることが一番重要。そして皆さんに、これやったん、あいつらやでとか、いろんなことをちくりに、様々なことを皆さんにご報告できるというような、共有できるというような状況を作っていく必要があると思ってます。